皆さん、こんにちは。松村美恵です。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。今日はアルベニスのグラナダを使ってスペインの音楽におけるリズムというものについてお話ししたいと思います。前回この曲の演奏をしたんですけど、その時は解説のビデオはこれはいらないかなと思ってたんですね。というのも、この曲はそんなに技術的に難しいとかいうことでもないですし、すごく美しいメロディーでセンチメンタルで素敵な曲ですけど、解説するほどではないかなと思ってたんです。しかし、その演奏のビデオを撮った後に、簡単な曲だからこそ、このリズムっていう、そのすごく基本的なことをはっきりコンセプトをお話しした方がいいんじゃないかなって思い始めて、これを撮ることにしました。で、スペインの音楽においてリズムっていうのは一番重要な項目だと思います。で、今までスペインのピアノの音楽を語るのにリズムをこんなに強調した人ってそんないなかったんじゃないかなと思います。でも、私が言うように、このリズムに注目して見てみると、実はファリアやアルベニスが本当にそれを意図して書いて作品を書いていたんだなっていうことがお分かりいただけるかと思います。そして、それは皆さんのこのスペインの作品を見る時の新しいドアを開けることになるんじゃないかなと思います。で、スペインの音楽においてリズムというのは一番重要な項目です。私は今こうやってスペインの音楽について語る動画を作るチャンネルまで上げていろいろやり始めましたけれども、実はスペインに来るまでは一曲も弾けなかったんですね、スペインの作品が。というのも、リズムが意味がちょっとわからなかったからなんです、正直言うと。何か弾きたいなと思って録音、どんな曲があるかなって撮ってきてみても、すごくルバートがみんなかかっている。で、曲のセクションの終わりにかかってるとか、そういう傾向があるんじゃなくて、曲の真ん中の、フレーズの真ん中のあっちやこっちにルバートがみんなかかっていて、いくつも聞いても楽譜に書いてないのにあっちやこっちでルバートがある。で、リタルダンド、書いてあるところにもリタルダンドがあるっていう感じで、その意味がよくわからなかったので、意味がわからないと弾けないですよね。なので、弾くことができなかったんですね。それがスペインに来てフラメンコを見て、アンダルシア民謡を見てしているうちに意味が分かったので、その知識をもとに楽譜を見ると、ファリアやアルベニス、グラナード、ストリーナが何言ってるか分かったんですね。それで弾き始めて、そして、あ、こんなに面白い曲だったんだっていう、もうびっくりの発見がありました。そして、スペインの本場、フラメンコの本場の最高峰の劇場で主演を出場した初めてのクラシックアーティストとなりました。これはスペイン人を含めてもです。で、別に初めてを狙ってたわけじゃないので、あ、そうなんだと思って、で、それからしばらくして、マドリッドの、国立音楽堂というところでリサイタルするチャンスがあったので、このチャンスはもうフラメンコを知ったから、スペインに来てフラメンコを知ったから、その感謝を、嬉しい気持ちを込めて、スペインの曲だけでプログラムを組んでコンサートしたんですね。したら、この外国人、スペイン人でないピアニストがスペインのプログラムだけでリサイタルをした初めてのピアニストですって言われて、え？なんでだろうって、すごく、私にとってはすごく不思議なんですね。というのも、例えばドイツに行ってオールドイツのプログラムでリサイタルした人なんて、何人でもドイツ人以外じゃなくてもたくさんいると思うんです。でも、スペインとなると何をやっても初めてだと言われて、で、このリズムがすごく重要なので、それをお伝えしたいと思って、いろんなところで連載を3年ぐらいしましたし、いろんなところでお話ししてるんですけれども、こうやってもっとダイレクトに私の口からお話しできる場が欲しいなと思って、このチャンネルを作ってみました。なので、これから今からたくさんのことを上げていくつもりなので、興味がある方はぜひ登録してくださると嬉しいです。それで、そのフラメンコとの共演で何を学んだかっていうのがリズムなんですね。で、彼らはリタルダンドとかルバートっていうコンセプトがないんです。なので、本当にアルベニスたちはそれを知っていたと思います。なぜなら、例えばこのグラナダの一番初めのページを見ても、最後の小節のところにしかリタルダンドが書いてないからです。で、これ前回エルプエルトを演奏した時も、解説のビデオで言っているんですけれども、
エルプエルト、誰の演奏でもいいので、今 YouTube で聞けるので、誰かの演奏をいくつか聞いてみてください。そして私の演奏を聞いてみてください。大きな違いがあると思います。で、その理由をそこの解説のビデオで述べているので、見てくださるとわかるんですけれども、このスペインの音楽っていうのはやたらめったらルバートをかけるものじゃないっていうことです。ルバートかけるわけじゃないので、この曲。でインテンポのままで行って、そして左手をたっぷり歌ってつなげていくっていうことを気にしてくださるといいと思います。で、最後のここだけずつリタルダンドがあります。ここでちょっと収まるだけです。そして次、その音域が深くなるので、その違いを出す。ここ初めてポコ・ルバートって書いてあるんですね。でもポコなのでそんなにリズムが崩れるほどっていうよりも、もっと歌うっていうことを主に出す意味のルバートだと思います。And すべてインテンポで。少しリタルダンドですけど戻ります。もう少しリタルダンド、こうフレーズの最後にちょっと収まるっていうだけで、でもまた戻ります。このリズムの波のような出すのであって、そこで急にゆっくりにしたりとかで表情をつけるものではないと思ってください。そしてここがちょっとフラメンコです。この元のセクションに戻るトランジションのところですね。ここがが変にルバートかけないで、ここルバート、あ、リタルダンド書いてないんですね。なのでこれで
ちょっと撮るのに時間かかるかもしれないけど、インテンポを心がけて。というふうに解釈してくださるといいかなと思います。で、この右手が前回の演奏した時にも言ったんですけれども、グラナダっていうのはこのシエラネバダというネバダ山脈のこの斜面のところにある町なんですね。で、お水がすごく豊富で温泉も出るんですけれど、ここはいつもお水が豊かで、あっちにこっちにアラハンブラ宮殿とか行ったらお水の音がチャル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 聞こえるんですね。噴水があったり水路を引いてきて、で、それがお水がポタポタ落ちている感じなのでだと思うんです、私は。なので、いつもっていうのが続く曲です。で、最後が初めてモルトラレンタンドっていうのが入っているので、ということです。というわけで、このリズムのコンセプトをスペインの音楽を読むときによく頭に置いて見てみるようにしてみれば、新しい世界が見えてくるかなと思います。というわけで今日はここまでです。どうもありがとうございます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。